はい、こんにちは。ひかりですえ。では、今回は自己中は正義であるといった話をしていきたいと思いますえ、自己中って一見ちょっとマイナスイメージに持たれると思うんですけども、もまあ、情報発信をしていく上で、この自己中っていうのはもうめちゃくちゃ正義であってまあ、魅力的なんですね。今回はこの話をしていきたいと思います。え。ではまずですね。この自己中っていうのはすごく人間として魅力があるんですね。 まあそれはなぜかというと、まあ自己中な人っていうのは、まあ要は自分の欲求に素直なんですね。だからまあ自分中心に動いているんですよ。自分の欲求に素直になっているわけですね。で、素直な人っていうのは、まあ違う動画でもいろいろ話してますけど、えー、素直な人っていうのはすごく魅力があるんですね。で、特に今の現代社会においても、なかなか自分の まあ、欲求に素直になって人に話したりだとか何かその、えー、達成したい目標のためにもうそのまま突き進むって人ってあんまりいないじゃないですかみんなどっかで心のどっかでこ、えー、欲求は持ってるかもしれないけどそれを人に話したりだとかなんかがむしゃらに動いていいててる人ってあんまり少ないですよね、えー、だからこそこの自分の欲求に素直になって、まあ、動いてる人っていうのは魅力的なんですね でこれ間違えてほしくないのはなんか自分が何もやろうともしないでなんか他人のことをバカにしたりだとか批判したりあとはなんか迷惑かけたりする自己中っていうのはもう最悪なんですね。これは最悪ですけど自分のこの欲求とかなんか達成したいことのために素直になっちゃんと努力して行動している人たちっていうのが、まあ、魅力的なんですね。なので、まあ、この自己中っていうのはすごく魅力的なんですよ。 で、これはですね、まあ、アニメとかの主人公を見るとすごい分かりやすくって一つ「スラムダンクの桜木花道っていうのがいいますで。スラムダンクっていう、まあ、アニメは簡単に言うと,、えーっとまあ、高校生ののバスケットボールの話なんでで、すねで。この桜木花道っていう男の子が主人公なんですけど桜木花道がなぜバスケットボールを始めたかっていうとこれはですねめちゃくちゃ欲求なんですよ。 バスケットボールを始めた動機っていうのははるこちゃんっていう女の子がいるんですけどそのはるこちゃんっていうのは、まあ、お兄ちゃんがバスケットボールのキャプテンなんですけどでずっと、まあ、子供の時からお兄ちゃんの活躍する姿だとかっていうのを見てきたのですごくバスケットボールがめちゃくちゃゃく好きな子な子んですね。で、えーまあえー、ある日ですね桜木花道と会った時に背が高いのではるこちゃんが、まあ、桜木花道を は大きいって背高いですね。みたいな良かった。バスケットボールに入りませんか？みたいな感じで誘ったんですよ。で、その時に、まあ、桜木花道がうわ。めっちゃ可愛い。この子みたいな。この子と付き合いたいみたいな。この子からモテたいみたいなっていう動機でバスケットボールを始めたんですね。バスケットボールがえー、まあ、バスケットボールに入ればですね。まあ、春子ちゃんに近づけるし、バスケットボールが上手くなれば、まあ、春子ちゃんから好かれるから。 バスケを始めたんですねこれって本当に欲求に素直だと思いませんでさらにですね桜木花道はその春子ちゃんにちゃんと好かれたいためにですねバスケットボールを一生懸命びんあのー、まあ、練習するんですよねなのでちゃんとこのバスケを上手くなる努力をしているんですね春子ちゃんに好かれるための努力をしているんですよえ、なのでまあ、桜木花道はですねあんな人気者のキャラクターになれたんですよね なのであとは、えーとまあ、ローランドさんとかって言いますよねローランドさんもすごい自己中じゃないですか自己中っていうのはすごく欲求に素直であって、えー、と最強の男に俺はなるとかすごい発言とかってしてますよねなんかバーンっていう。 バーンっていうすごい大きいものを掲げているんですけど、ちゃんとそのために、じゃあ、男らしくいるために筋トレをしたりだとか、しっかり勉強したりだとかっていう、ちゃんと努力しているんですね。自分の欲求のために、ちゃんと努力をして、それをまあ、叶えてやるっていうのが見えるじゃないですか。え、なので、まあ、ローランドさんもですね、魅力的な人の一人なんですよね。で、え、まあ、ビジネスを始める動機で、なんか、なんかよく。 質問にあるのがなんかビジネス興味があるけどなんかなんだろう起業家の人とかなんか経営者の人ってすごいなんか大それた目標とかなんか正義感みたいのがあるイメージがあってなんか自分にはそんなのありませんみたいなあるんですけどこれはですね全然そんなことなくってビジネスを始める動機っていうのは別に人のためにとかっていうのは後々つくことであって、まあ、むしろ最初っていうのは不純な動機とか。 ま欲望で全然オッケーだと思っているんですね。で、それはですねなぜかというと自分の欲望こそが一番の行動の原動力になると思うからなんですね。これはですね私のまあ、起業家仲間たちのビジネスの始めた動機っていうのを聞くとやっぱり結構ほとんどがまあ、欲望から始まっているんですよ。何か例えばなんだろうなえどっかの ちょっとと貧しいい国に学校を建てたいとか、うん、人のためにこうしていきたいとかっていうのではなくですね実は、えーっとまあ、私の知り合い何人かいますけど、えー、貧乏めちゃくちゃ貧乏だったから、まあ、そのでケチで周りからいじめられたりもうなんか一日なんか本当にもやしばっか食ってた生活をしていたからお金持ちになりたいから、まあ、ビジネスを始めたりだとか。 あとはまあなんか男性の人とかであればお金持ちになって女性の人と遊びたいとか、まあ、そういうのって本当にいっぱいいるんですよ私の周りで。なので結構ほとんんどがでですすねね自分の欲望から始まっているんです、ね、でこれはですね例えばダイエットとかっていうのもそうでなんかダイエットの、うん、やろうとする動きが例えば健康のために痩せたいと思うからダイエットをしていますっていうのって。 まあ、なかな,か,なんか原動力としてちょっと弱いかなと思っていて、まあ、例えばこのダイエットで発信するとしたらですね、まあ、あのよっぽどなんか健康診断で引っかかったり、まあ、したらですねやるかもしれないんですけどなんかこの健康のためにただ痩せたいっていうのはちょっとこの原動力が低い弱いかなってそれ継続するかなっていうの思うんですよね。だったらもっとなんかじゃあその根本の理由って何なんだろうって。 なんんで痩せたいんだろうっていうのを深掘りしていくと結構ほとんどの人が誰々くんに何か振り向いてもらいたいだとか、まあ、何々ちゃんと付き合いたいとかモテたいとかあとはデブデブって言われて何か周りにバカにされたくないとか、まあ、そういった方が原動力としてまあ高いと思うんですよね。こんやろうっって。て絶対それってまあ継続、の方がですね。 あの継続していけると思うんですよね。まあ、これと同じようにですね。まあ、欲望っていうものがいかに自分の行動の原動力になるっていうのなんですよね。で、まあ私の場合もですね。あの全然不順というかもう欲望の塊だったんですよ。ちょっと簡単に話をすると、えまずねあの大学の頃銀行の残高が3桁だったんですよ。3桁っても 数百円の話なんですね。数百円の世界なんですよ。で、数百円になると ATM から下ろせないんですよ。もうこっちは何百円でも下ろしたいのに、まあ無理なんですね。で、それはですね、私すごいまあ大学の時から旅行っていうのが好きで、まあバイトは一応アパレルでしていたんですけど、まあもうお金が貯まったら、もう十万単位とかで貯まったら海外旅行に行くっていうまあ生活をしていたんですね。 なのでなんかそれ以外の例えば女の子らしくネイルをしたりだとかなんか髪クルクルにしてふわふわみたいにとかはしなかったんですよ。もうお金が貯まったたら海外旅行に行にきたいっていうのが、まあえー、とまあ大学生の時だったので、まあ、銀行さんジャンルだか3桁くらいだったんですね本当にマイクあの本当にこの時期ってずっとありました。で、けどこの時にまあ感じたのが、まあ、やっぱお金って大事なんだなみたいな。 大学生ってやっぱ暇,暇というか、まあ、そう大人を見ているとやっぱり時間あるのになんかお金がないから旅行もっと行きたいのになんかもったいないなっていうのは、まあ、ちょっと感じていたことだったんですね。でそれからあとはまあ本ですね本との出会い金持ち父さん貧乏父さんとので、えー、本との出会いによってやっぱり経営者の方が節税とかできるし、まあ、なんかうまくやって楽しそうだなみたいのを、まあ、その本で分かってちょっと薄々感じていたんですね。あ多分ビジネスっていいいのかななみたいな でまあそんなのはですねやらないで、まあ、普通にサラリーマンになったんですね。でサラリーマンになった時に、まあ、あの人材会社ってどうでしょう多分初年度とか初年度っていうのかな、まあ、1年目2年目3年目ぐらいまでかな分かんないですけど多分、あのー、同級生たちに比べるとまあまあその人並みよりはあのーまあ、それ以上はちょっとだけもらえてたんですよ。まあ、けどですね、まあ、1人ちょっっとだけけ多くももらってたかもしれないけど まあ、とにかく時間がなかったんですねもう朝から夜まで働いていたし、まあ、私の場合は通勤時間も結構1時間半とかあったのでもう本当にお金があっても何か何にも使える時間はないじゃんみたいな遊べる時間もないわなんかその後みんなあの学生時代の友達は飲みに行ったりなんか楽しいことしてるのになんか私だけ行けないとかっていうのあったんですよ。 とか、あとはまあ人材会社なので、人にめちゃくちゃ振り回されることによって、もう人間不信になって、もう人となんかちょっと関わりたくないなってなんなら思っていたんですよ。なので、まあ、人間関係もあんまりちょっと良くなくなったし、あとはまあ精神状態も悪いですよね。心と。えー、あと体ですね。体も超疲れたんですよ。もう金縛り合いまくりだし、なんだろヒールも履くから外反母趾とか。 えっと10キロぐらいのカバンを持つので肩こりとかもう最,最悪といったらあれですけどお金はあるけどそれ以外の時間とか、まあ、心え体っていうのがもうここでですねもう爆発したというか何自分の人生ってそっからもう今の生活から解放されたいとか働かないでもっと旅行に行きたいみたいなあとは、まあ、勉強できなかったんですよ私本当に。 でなんかビジネスをやりたいみたいなちょっと話したら「え光勉強できないから無理で,無理でしょ」うとか結構バカにされたんですよ「ほんに大丈夫?」とかでそういった、まあ、バカにしてきたやつらをやつらって言ったらあれですけどあとは、まあ、お金稼いで好きなことしてもっと自分がワクワクすることしたいって思ったのが、まあ、私の場合ですねビジネスを、まあ、始めた動機なんですねでこれって まあめちゃくちゃゃく自分の欲望ですよ、ね、別に全然他人のこと何にも気にしてないし何もこの時点では人の役に立ちたいとかっていうのを全く思っていなかったんですよ。とにかく自分の欲望に素直になったんですね。まあ、けどですねそのやっていったら、まあ、だんだんと、まあ、で,きるようできることが増えていって、まあ、読者の人に「まあ、学んでいって楽しいです」とか「何もない私も何もないけど今はけど勇気が出た」とかそういうの言ってくれるともうすごいゃ嬉しいんですね でそういったのを聞いてるとあも,もっとこういった人たち喜ばせたいなって思うし、うん、なんかもっと違う世界を見てほしいな選択肢広げてほしいなって思うんですね過去の自分がそうだったから特に25歳とか26歳の時っていうのは。なのでまあ変わらずですね私は自分の人生に妥協しないっていうのも、まあ、変わらないですし、まあ、それと加えて今はまあ自分と周りの人生の充実度を上げたいなって今は思えるんですね。 だけど最初の頃っていうのは本当に欲望から始まったんですよね。だから多分まあここまで継続できたのかなっていうのをあの正直に思いますね。うん。だからまあ最初本当にビジネスを始める動機っていうのもまあ不純な動機でいいんですよ。例えばなんだろうな、まあ、ビジネスやったらなんかかっこいいしモテるかもとか。 あとまあ女性の人とかであれば本当に周りが男性の方が多いので多分モテるんですよそれだけでだからそういう女性の方もまあモテたいっていうので始めてもいいと思うしあとはお金持ちになってフェラーリ買いたいとかランボルギーニ買いたいとか,あとなんかリッツ・カールトンのホテル泊まってもうなんか1か月ぐらい泊まりたいとかそういったのでいいと思うんですよね全然まあその方がなんかやっぱり原動力として原動力になるって思ってるので。 でなんか私が思うのは、まあ、これもねあの言われた一言,なあ言葉なんですけど前の会社の人にですねその、まあ、会社を辞めてからですね会った時になんかビジネスしてるんだみたいな話をしたらあそうなんだみたいなもう私、まあ、別に会社員でも楽しいけどねとか,あなんかお金好きなんだねとか私はまあ別にお金とかいいからさみたいなっていうのを言われたんですね。正直もう うわむかつく言い方だなとかって思ったんですけど、まあ、そこであえて言わなかったですけどねけどなんかかっこ悪くないですかその別に会社員でも楽しいけどねって言ってるくせにいやさっきまでめちゃくちゃ愚痴言ってたじゃんとかって思うんですよめちゃくちゃなんか上司の愚痴言ってたよねとかあとは、まあ、別にお金とか私はいいやとかって言ってんならじゃあなん,でなんで今会社員として働いてるんですかみたいなそれってお金のためじゃないんですかって思うんですよね。 ななので、なんか欲求に素直じゃないのは、まあ、こういったプライドが出て、まあ、ダサいんですよね。本当に、なんかちょっと悔しいからとかでプライド高くするのがダサいんですよだったらもっと自分の欲求に素直になった方がいいですよね人として魅力的だと思うんですね。はい、で、まあ、今回ですねちょっと長くなっちゃいましたけど、まあ自,えー、自己中は 正義であるということで、まあ、大事なのはまあ、何が言いたいかというとまあ、自分の欲求に素直になりましょう。よっていうことなんですよね。で、まあ、その方が素直な人っていうのはまあ、魅力的があるしまあ、大事なのがまあ、しっかり。そのために努力をしているかどうかですよね。欲求に素直になってまあ、それを叶えるために努力をしているかどうかです。なので、ちゃんと自分のベクトルが。 上に向いていてる自己中でであれば魅力的ですけどベクトルがなんか下向いて何もなんか行動もしないで努力もしないでなんか人のことをけなしてけど俺こういうのやりたいとか金持ちになりたいみたいなって言ってたらもう全然魅力的じゃないじゃないですか。はい、なのでまあ情報発信をしていく上でこの魅力的な人間になるっていうのはすごく大事なことになるんですね。まあ、それはまあ信頼残高を貯めたりだとか 魅力的になることで人ってやっぱりお金を払ったりだとか、まあ、価値提供してもらいたいこの人から何か教えてもらいたいとかっていうのが出てくるのでえなので、まあ、魅力的な人間になるためにもですね是非欲求に素直になって努力をしていきましょう。はいでは以上です。